千楽よ、現れたか。上天帝の神官が追い詰められて救援を求めた。鬼一を知っているか。人間界との境に位置し、奇界一華やかな地だとか。神官を隠しておくにはもってこいの場所。鬼一が誰の縄張りか知っているか。もしやホアチョン。長く長く離れてても気持ちは剥がれない。サンラン来てくれて嬉しいよ。それがサンランの素顔？言っただろ、本当の姿で会いに来るって。太子殿下に聞く、その赤い衣の少年とは一体何者だ？太子殿下気をつけて、神官失踪の件にきっと関わってる。俺の領内で騒ぎを起こすとは随分と度胸があるな。殿下、ことによってはあまり関わらない方がいい。追いかけて届きたくて強く歩み行くそのすべて。 あなたたち天上の神官も姿を変えて人知れず後ろ暗いことをしている。永安神官、白衣火星を見たことは。もし騒ぎが起きるなら根こそぎ始末する。きっと何か誤解がある。数百年前、方針の名で私の親族を殺し国を乱した。竜金炎で殺戮を行った方針国士はそなたか。何年も前に誓いを立てた。剣では殺さない。私の成績を剥奪し追放してください。兄さん、一緒に。